どうも、壁ポスターです。よろしくお願いします。確かにお前の言う通り、スロットの絵柄のスイカってちょっと長細いから京野菜かもね。言ってないわ。あ、言ってたの前じゃない。誰が言ってんの。お願いします。お願いします。小学校1年生になって勉強で初めてつまずくとこって算数の文章問題だと思うんですよね。ああ、確かに式やと分かんのに文章になった途端分からんくなったりするな。そこで考えて問題文に子供が好きなものを入れたら興味持ってくれるんじゃないかなってね。子供が好きってどういうこと。例えばね、たかしくんは18万円持っています。9万8000円の任天堂スイッチを買ったら残りはいくらでしょう。桁数でかすぎやろ。子供ゲーム好きやんか。いや、そこはいいねんけど、小一の財布に18万とか入ってないやんか。見たことない。いや、所持金おかしいわ。あ、じゃあこれか。たかしくんは60円持っています。あ、小学生そんなもんやんか。23万円の嵐のコンサートチケットを買うためにはいくら足りないでしょう。転売されてるよな。嵐のチケット23万なわけないやろ。はスイッチもなんか値段よりだいぶ高いし、お前問題文に転売商品並べんなよ。ごめん、定価の金額知らんかっただけやわ。ああ、もう勘違いするから。じゃあやめてな、そういうの。何個渡して何個残ったでしょうみたいな問題やったらこういうことならへんな。あ、そういうので作ったんちゃう。ひろきくんはガリガリくんを、おお、ガリガリくん子供好きやしいいね。スーパーにある分全て買い占めたので15本持っています。全て買い占めた。そして2本1000円でたかしくんに売りました。転売してるやん。何本残ったでしょう。希少価値上げて価格吊り上げてたやんか。15-2で答え13本ね。もう式とかどうでもええねん。いや、算数の問題やから。これはもう社会。社会。ただただたかしくんが転売商品買ってたぞ。あ、じゃあなおさら教科書に載せてほしいな。絶対いらんねん。もうええわ。どうもありがとうございました。